こんにちは。おやさん専門税理士の田辺浩二です。今日はですね、税務相談 Q&A。インボイス登録していない。このままで大丈夫というテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい、というわけの質問です。個人で賃貸経営をしています。メインは住宅用の賃貸ですが、テナント物件が2室、駐車場が10台あります。課税売上げで、 1000万円未満なので、免税事業者でインボイス登録していません。インボイス制度が始まりましたが、このまま登録しなくても大丈夫でしょうか。こういった内容になります。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで借りてきた、おやその税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。 それから、無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。まずですね、えー、今現状ですね、テナントの入居者さんとか、駐車場の借り主さんからですね、何も言われてなければ、まあ、登録してくださいとか、 インボイスくださいとかっていう形で言われていなければですね、まあ、登録しなくても良いかなというふうには思います。まあ、インボイス制度ですね、インボイス登録した事業者から発行されたインボイスがないとですね、払った消費税を消費税の計算で控除できない。これ、仕入れ税が控除というふうに言いますけれども、まあ、そういうルールになっているんですね。借り主さんは本当であれば困ってしまうんですけれども、ただしですね、経過措置というのがあるんですよ。 2029年10月まで免税事業者と取引をしたとしても、消費税のうち一定割合を控除してくれているんですね。今現在は。なので、こういった経過措置があるためですね。あまり今大きな影響が出ていないために、インボイスをくださいとか、インボイス登録してくださいとかっていう形でですね、言われないのかなというふうには思います。で、この経過措置なんですけれども、期間がですね、限定されてまして、 2023年10月1日から2026年9月30日までの期間は80%控除してくれますよ。新た消費税のうちは80%を控除してあげますよ。それから次の3年からですね、2026年10月1日から2029年9月30日、これは50%控除してあげますよというものになっております。まあ、選評で見るとこんな感じですかね。今現在はこの3年の期間ですよ。80%控除してくれるという期間になっております。でこれが え、令和8年10月、2026年10月からですね、これは50%になりますよで。それから令和11年、2029年10月から、控除ができなくなりますよ、というようなんですね。この期間は、経過措置という形で、控除ができますよと。でそれ以降は、控除ありませんよ、ということになっております。ですからね、現状は80%の控除によってですね、借り主としては大きな影響になっていないために、 インボースを要求していないという可能性が高いのかなというふうには思います。ですから、えー、怖いのがですね、この80%の工場期間が終わったタイミングとか、50%工場期間が終わったタイミング、3年後とか6年後、ここのタイミングでインボースを要求される可能性は考えられるかなというふうには思います。ただしですね、インボースを要求されたとしてもです。インボースを登録するべきかどうかは、ここは慎重に 判断した方がいいかなというふうには思っています。というのもですね、大家さん、賃貸経営者に関しては、私は安易なインボイス登録は進めていないんですね。あまりですね。できる限り登録しなくてもいいんだったら、登録しない方がいいですよというふうには言っています。なぜかというとですね、なぜかというと、賃貸経営にはですね、隠れ課税売上げというものがあるんですよ。隠れ課税売上げというのは、あ、こんなものまで消費税の課税されてしまうんだと。 というのですね、隠れた売り上げというのがあるんです。まずこれ、どんなものかというと、前提としてですね、住宅用、事業用、問わずです。テナント物件だけじゃないんですね。住宅用の方にも影響があるということになるわけです。これ、3つあります。まず1つ目、入居者負担分の現状回復工事費用ですね。支、ま、敷、あ、金を預かって、退居するときに返すんですけども、全額返さない場合ありますよね。なぜ返さないかというと、入居者負担の現状回復工事。 修繕費があるから、その分だけさっぴいて残りを返しますよということがよくあると思います。で、この時の返せなくていい現状回復事業。これが課税売上げになるんですね。これは住宅用でもです。アパートでも課税売上げになりますから、気をつけてください。それから二つ目。教育費とは別に徴収する電気代、水道代です。まあよくあるのがメーターが一個しかなくてですね、親さんが 電力会社に全額払ってですね、それを各お部屋に請求してるっていうものがあると思います。で、この場合にですね、預かり金処理してる場合、まあ、つまり単なる建て替え金で差額が生じない場合ですね、払った金額を同額ですね、えー、各お部屋に割り振って請求しているような。これ関係ないです。これは不課税ですね。単なる建て替え金なので、消費税がかかるものではありませんよと。で、問題なのは、徴収する金額と、大家さんが支払う金額に差額があるんですね。差額があるわけ。 よくあるのは、めんどくさいから、定額でですね、一定金額で請求してるとか、ちょっと多めに、ね、請求してるとかってね、たまにあったりするんですけども、その場合は課税なんです。請求する金額が全部課税になってきます。で、これも住宅用もですね、アパートであったとしても、課税売上げになるということになるわけです。それから三つ目です。賃貸物件を売却した場合の、建物の売却代金とか、固定資産の生産金、建物の売却代金、ね、 え、賃貸物件の、え、ものに関しては、課税売上げになるわけです。これ、住宅用もですね、え、賃貸の住宅用であったとしても、消費税の課税売上げですよと。固定資産税の生産金っていうのはですね、売買代金の一部というふうに捉えられているので、建物にかかるですね、固定資産税の生産金は消費税がかかるということになってきます。で、これらのですね、隠れ課税売上げに、これ消費税の納税の負担が 生じてしまうということになります。登録するとですね。インボイス登録をすると、これらにも消費税がかかってくるわけです。まあ、そうするとですね、インボイス登録をして、これらのですね、えー、隠れ風売上げにかかる消費税を納めるのか、もしくは、もう登録せずに消費税のですね、一部もしくは全部をですね、家賃を下げて、えー、この隠れ風売上げの消費税を取られないようにするのか、これは有利不利の比較をしてみないとわからないですよ、ということになるわけです。 なので、ここはですね、やっぱり慎重に登録した方がいいのか、どうなのか、慎重に判断した方がいいのかな、というふうには思うわけです。ただしですね、ただし、インボイス登録しないことによるですね、退去されてしまう。インボイスしてくれなかったら、退去してしまうとかですね、あとは、募集の方にですね、今後、募集の方にインボイス登録してるかどうかなんでですね、 え、書くところがあったりとかですね。で、それを書いてないと、なかなか募集が集まらないとかですね。そういうことも考えられるわけです。でこのようにですね、募集力の低下につながるのであれば、まあ、登録を検討した方がいいという可能性もあるかなというふうに思いますので、まあ、これからですね、まだまだ制度が始まったばっかりなので、今後の動向を見ながらですね、陰謀登録をするのかしないのか、判断いただければいいかなというふうには思います。